クバールスピアンは、カンボジアのシェムリアップ州、シェムリアップ郡にあるアンコールの北東、プノンクーレンの西側に位置するクメール王朝時代の遺跡地域である。それは主要なアンコール遺跡群から 25km のストゥンクバールスピアン側に沿って存在する。一帯は、サガンの地層の川床や川岸に刻まれた一連の石の彫刻により構成され、一般に千本リンガの谷、 または、千のリンガの川として知られる。石の彫刻のモチーフは、主として、無数のリンガ、砂岩の岩礁の表面を覆うように整然と配置された凹凸表現、それにリンガとヨニの衣装である。また、シバビシュヌ、ブラフマー、ダクシュミーの神々、ラーマやハヌマーンなど、インド神話をモチーフとする描写だけでなく、動物といった多様なものがある。 クバールスピアンは、アンコールの北東のジャングルの奥深くにある、見事に掘られた川床として知られる。川一面を覆うリンガの橋のあるその川は、ストゥンクバールスピアンの名でも知られ、バンテアイスレーの北のプノンクーレンに源を発する、シェムリアップ川の源流の一つである。その砂岩からなる川床は削られ、インド神話を構成する多くの彫刻が、砂岩に掘られている。考古学的遺跡は、 千本輪河の橋の北150メートル上流より、始まり、下流の滝にかけての川一帯にある。川は、宗教的彫刻の上を流れることによって清められ、シェムリアップ川とプク川に分岐して、ヒラノ及びアンコール遺跡群を回った後、最終的にトンレサップ湖に流入する。遺跡は、プノンクーレン国立公園となる、プノンクーレンの西部にある。侵入路は、 入り口は、軍の駐留地から約5キロメートルの道路の傍らに、あるバンテアイスレイ寺院からとなる。バンテアイスレイの1 2トル東にあり、川床に掘られた彫刻が現れる。最初の滝の地点に至る前に、森林の小道に沿って、約2キロメートルの上り坂をおよそ45分歩く。残存する彫刻は、 王スーリヤ・バルマン一世の知性時代に始まり、ウダヤ・アディ・チャバルマン二世の時代に終わる。これら二人は十一世紀に統治した王である。千本リンガは、他の彫刻を除いて、1054年のスーリヤ・バルマン一世の起死により、その政務者に属し、その地域に住む忍者によって刻まれた。その地の碑文は、彫刻のほとんどが、ウダヤ・アディ・チャバルマン二世の知性になされたことを述べている。 また、オーダヤーディチャバルマン2世が1059年、ここに金色のリンガを捧げたと記している。それは、シェムリアップ川がアンコールに注ぐその流れは、神聖なリンガを越えて清められると信じられていたからで、ある。遺跡は、民族学者寺院ボールベッドにより1969年に発見されたが、さらなる調査は、カンボジア内戦により中断された。この地域は、 1998年より安全な訪問を顕著に回復した。クバールスピアンの橋は自然の砂岩の橋である。モンスーンの季節のすぐ後、川の水位が下がり始めると、彫刻は橋の上流150メートルから橋の下流の滝にかけてよく見える。この川に広がる11世紀の彫刻には、ブラフマー、ビッシュヌ、シバの三神一体の神々が集まり、それに、 聖なる生き物がある。それらの彫刻において、ダクシュミーと共にいるビシュヌが、蛇のあなたの上にもたれかかり、シバと共に、馬の別名で知られる配偶者パールバティが、南ィに乗り、ビシュヌのへそから、植物の茎が伸びその上の蓮の花びらに、ブラフマーがいる。それに、ラーマンやハルマーンなどがあり、それらの彫刻は、川床ばかりでなく、川岸にも見られる。順次、 川をせき止める自然の石橋がある侵食された水路の円の小道に沿って歩くと、その一つとしてビシュヌとくつろいだ彼の足元に、ダクシュミーが座る夫婦の彫刻が見られる。橋の上流には、柴と馬が、大牛の南林に乗った彫刻がある。橋の下流およそ30メートルには、もう一つのビシュヌの彫刻がある。さらに、下流の滝と滝つぼまでには、千のリンガの川の名に相当する。 サンスクリット語のサハスラリンガスがあり、荒サ砂岩の川床に露頭するリンガの彫刻が橋の下流およそ6メートルより見られる。1995年にこの地を訪れたプノンペンポストのジャーナリストテッポツッキによると、旧世紀に遡るいくつかのリンガが25センチメートル四方、深さ10センチメートルの完全な格子模様の中に並ぶ。川はその上を流れ、 天然の流水がそれらを5センチメートルほど折っている。その聖なるものは、クメール国王の力の経路を生み出すよう、設計されている。その彫刻の後、川は清水の淵に1 5トル下がる。神聖なリンガの上を流れた川は清められることを果たし、下流の寺院軍艦へと通じていく。見られるリンガは、流れる水路にある。 女性の本源としての世にを表す方形の囲いの中にある。これらの林画を越えて約40から50メートルに及ぶ川の流れは小岩の島を持ち、ついには滝壺に流れ落ちる。この川の経路の岩面上には浅浮彫りがある。ここにある、その浅浮彫りの一つは、中心像が見分けられない損傷を受けているが、アンコールワット寺院の浅浮彫りに見られるものと同様、 金欲を表す芝ではないかと推測されている。ここで見られるワニの彫刻の種類は判明していない。また、この場所の近くには丸石がカエルのように掘られている。池として常に水をたたえた長方形の場所には、その壁に多くの横たわるビシュヌの彫刻があり、またここにも一体のワニが掘られているが、それらの王は女性に握られている。川の この水域に形成された小島には、お牛に乗ったシバと馬の彫刻がある。クバールスピアンの川岸にある、神ビシュヌが、蛇の神、アナンタの上に横たわってくつろぎ、彼の足元には、女神ラクシュミーが、またハスの花びらの上に、神ブラフマーがいる彫刻。川床や川の淵に掘られた彫刻は、多くのインド神話の場面及び象徴を描く。川の水位が下がることで見られる秘文もある。 父地海にくつろいで寄りかかり蛇の上に横たわるビシュヌの継承やビシュヌのへそから出るハスの花に神ブラフマーがいるインド神話に特徴づけられるこれら彫刻の共通の題材は想像を強調する役割を持つ川のほとりには刻まれたこれらの彫刻が見られまた流れる川にはリンガの普遍的象徴がありいくつかの彫刻された破壊の神シァの浮き彫りが見られる 川床に掘られている千本とも言われるリンガは、千本、リンガの谷のように、川に形成された川の渓谷にその名を与える。また、ビシュヌは、川床や川の円周りによく似たものが掘られている。シバが彼の配偶者馬と共にいる彫刻もまた、認められる。彫刻は、破壊されかつ損傷してきてはいるが、掘られた心臓は、今もなお元の壮大さを止める。 考古学者の監督のもと、アーティザンアンコールの卒業生が、クバールスピアンの欠落した、浅浮彫り彫,彫刻のいくつかの部分を再現している。プノンクーレン国立公園内に位置しており、川の川口近くには、アンクアセンターフォーコンサーベーションオブバイオデバーシティがあり、不正取引された動物の救出保護など、保全活動が展開されている。ありがとうございます。